皆さんこんにちは。農業と料理とアウトドアです。本日は小松菜などを栽培しているハウスに来ています。ご覧のように発芽状況がとても悪いです。これ両側トンネルかけてあるのは奥の方で大根を栽培しているので、保温のために、かけております。大根はですね、大根だけではないんですけども、一定期間低温に合うと、遠立ちする危険性が出てきてしまうので、こういったことをしています。他の作物もそうなんですけどって言ったのは、大根というのは種をまいた瞬間から低温に当たると、到達する危険性が出てきて、ブロッコリーやキャベツなどは、種をまいた瞬間っていうのは大丈夫なんですが、少し成長が進んで、だいたい葉っぱが 7,8 枚過ぎた時に低温に一定期間当たると到達をする危険性が出てきます。そして、なんでね、この小松菜はこんな発芽良くないかっていうと、おそらく、1月に種まきしたんで、気温が単純に寒かったってことと、水が足りなかったってことが考えられます。もともとはこの真ん中のところに、一本ホースが、かかってて、両側にプシャーと灌水できるようになってたんですが、この隣のハウスで、バスアミド微粒剤を使って土壌消毒をするのに、その際灌水するのに、ここに引いてあったホースを隣に移しました。そして、灌水をした後にホース片付けたんですけど、バスアミド微粒剤使った土壌消毒っていうのはハウス締め切らなければいけなくて、その締め切った後にですね、そのハウスの、水が出てくるこう蛇口ですね、ここ締めてくるの忘れちゃって、これを後で気づいて、さすがにもう完全に締め切って、そういった農薬によるガスが発生してるような中ね、あえて締め切っているところに、いくらその線を締めるためだけといってもちょっと入るのは良くないかなと思いまして、適切じゃないなと思って、でしょうがなくこちらですね、じょうろを使ってこう頻繁にこう水やりしてたんですけど、そこまで少ない量というわけでもないので結構大変でした。ですが手間かけた割に発芽やっぱ良くなくて、そのためにこういう風になってしまいました。本当はね、パオパオみたいな不織布、こういったものをこうかけておけば多少保温とか保湿になって、そして発芽も良くなったと思うんですけど、ちょっと僕にねそういった技術がなくてこういう風になってしまいました。はい。でちょっと前置きがすいません長くなってしまったんですが、こんな発芽状況の悪い小松菜ですけれども、ネキリムシが発生しました。でその典型的な、症例、こちらになります。はい。こんな感じですね、完全にこの根元から噛みちぎられてますね。ネキリムシというのはこの、まだ種から発芽したばかりの、小さい苗の状態ですね。こういった時に、茎をこう噛みちぎってしまってでダメにしてしまうっていうものなんですが、これはあくまでも、苗が小さい状態ですね。こういった状態の時に、あくまでも発生するのであって、大きくなってからではネキリムシは茎を噛み切ることができないので、もう生育後期になればそういった被害は心配ないです。しかしこのようにまだ小さい時にはネキリムシの被害に遭う危険性がありまして、僕も様々な作物やられてきました。でその度に、自分はですね、ネキリエース K とかネキリベイトっていうネキリムシ用の殺虫剤があるんですが、そちらを、株元土壌表面株元処理で、パラパラパラーとねこの株元に、撒いてきたんですけど、小松菜はですね、なんか調べたらそのネキリムシ駆除用の、小松菜に登録なる農薬がちょっと見つからなくて、でダイアジノン流剤5っていう割とその家庭菜園とかでよく使うんですかね、そういった農薬殺虫剤が一応小松菜には対応してるんですが、なんていうかな、その使い方が、出芽時っていう風にあって、で出芽っていうのは、種が発芽してこう芽が出てくる状態なんですよね。例えばそうだな、これですかね、この、大きいのが、左側になって、この右側、こういうのって出芽時っていうと思うんですけど、このようにもう2つのこの仕様があって、もう本葉がこう展開してきてるような状態。ここまで言うとなんか出芽時って言わないような気がするんですよね。厳密な定義調べたんですけどよく分かんなくて、やっぱり農薬っていうのは分からないんだったらやっぱ使わない方がいいですよね。それがやっぱり僕の中ではそういうふうにするべきだなっていうふうに思ってるんで、本当にねそういうのしようというのであれば、例えばメーカーさんのお問い合わせ窓口みたいなところで聞く
くのが適切かと思うんですけど、まあそうですね、まあ今回それ言ってなくてもいいかなってことで、はい、まあしょうがなく大味の流罪5というのも、まあ今回使うことを見送りたいと思います。じゃあどうするかというと、他のあの駆除方法だと、まあ、米ぬかをまくみたいなね、あのそういった方法もあります。あの現にあの以前ですね、僕が、おばあさんが菊をあの畑で栽培というか、まあ植えてたことがあって、ネキリムシが出たんで米ぬかをあの撒いたんですけど、正直あの効果があったかというと、まあ何とも言えない、わからないって感じですね。あのもし効果があるかもしれないですけど、でも米ぬかというのをこのもうこういう風に芽が出てる状態の時にこうパラパラってばらまくのはちょっと自分はやりたくないですね。あくまでもあれってあの米ぬかっていうのは有機質肥料になりますけど、土と混ぜることでそういう風な肥料になるのであって、そのままこうドバッとね配置することってないですよね。まあ、確かにそれでネキリムシには効果があるかもしれないけれども、こういう風に固めてまいちゃうと、あのいずれねまたこう土壌消毒終わったらここにホース設置しようと思ってるんですけど、そういう風にして乾水した時に固まった米ぬかにジャバジャバこう水が当たって米ぬかが固まってしまうとかで、それでやっぱ他の虫もなんか湧きそうですよね。なんでわざわざあのそのために米ぬかを使うっていうのは自分はなんかあんまり方法として良くないんじゃないかなというふうに思っています。はい、でなんか他にもいろいろ方法あるみたいなんですが、まあしょうがないんでね、今回はもう手でこう探ってねネキリムシをあの見つけたいと思います。でこれ先ほども言ったようにネキリムシというのはこの根元をこう噛みちぎるというのが特徴ですけど、こちらご覧ください。葉っぱが地中にこう埋まっています。これネキリムシの典型的な特徴として、この噛みちぎった葉っぱを地面に引きずり込むようにするんですね。でこれが見られたらほぼ 100% ネキリムシの仕業だと思っていいと思います。僕もあの他の作物でもこういった症状見ました。人参とかでもね、あの確かあったかな、こういうのあったんですが、ちょっとあの掘ってみたいと思います。多分いると思うんですよね。そういえば探したいと思います。ほい、どうだろう。いた、ほらいるんですよ。はい、これです。埋まってますね。いやー気持ち悪いけど、野菜のために、小松のために取ります。うわうわ、やだやだ。ほらいましたね、やっぱりいました。こういうことなんです。絶対にいます。はい、 100% いると思います。軽く土をほじるといると思いますんで、皆さんもネキムシの被害があった場合は、ちょっと掘ってみるといいと思います。でこれはね、あのそうですね、放っておくとあのどんどん被害あの広まってしまいますから、それはどんな害虫でもそうですけど、まあ、こういったものは、先ほども言ったようにネキリエース K とかネキリベイトみたいな殺虫剤を使えば、それをネキムシが食べて、そしてあの駆除することってのもできますけど、農薬を使わないっていう方法であれば、まあ、米ぬか目より、まあ、一番現実的かもしれませんね。うん、やっぱ密度を減らすっていう意味で、アブラムシほど一気にブワーッと広がるような虫ではないんで、とにかくこういうふうになんか食害された部分見つけたら、少し土を軽く掘ってみて見つけるというのがいいと思います。すいません、あのちょっと虫苦手な人は あんまりいい絵図じゃないと思うんですけど、はい、ちょっとあのこういったものを今回ご紹介させていただきます。僕も本当は虫もともと大嫌いで、もう手袋してても触れなかったくらいなんですけどね、もともとは。でもまあそんなことも言ってらんないってことでね、あの今はこのように、まあ、素手では正直まだあんま触りたくないですけど、はい、まあ、このネキムシを、まあ、これからね、あの駆除、これから駆除って言ってもあれですけど、まあ、あのまあ道路に本投げるとか、潰すとかありますけど、はい、もう駆除したいと思います。ちょっと一旦ねここで動画止めたいと思います。いやー今ネキムシをちょっとうちのですね駐車場にポイッと本投げてきたんですけど、そしたらなんか水道工事の人が来てて、いや絶対これ喋ってるの聞かれたなって思って、このハウスのすぐ横道路なんでね、聞こえないかな。まあでも YouTuber の人ってあんまそういうの気にしないで喋んなきゃいけないかもしれないですけどね、はい、人が通ったからって、ね、そしてこちらも、多分ネキリムシの被害ですね。完全にそんな気がするな。ちょっとこの辺も引っこ抜いて捜索してみたいと思います。 いると思いますね。見つからない。ちょっと見つからないです。
嘘だろ、いや見つからないが一番恐怖。いやもうこんな深いとこいないと思うけどな。でもマルチの鬼だ。見つかりませんでした。いやちょっとこれ恐怖だ。ニキリムシだろうと思ってそれが見つかんないっていうのはだってまだ潜んでる可能性ありますから。いやまあこういうこともありますよね。そしてもう一箇所怪しいところがありまして、ここに寝ます。葉っぱが、取れてて、いやこれもなんかニキリムシっぽい雰囲気ですよね。なんかもう完全にだってこのように噛みちぎられたようになってますから、多分いるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと捜索していきたいと思います。よいしょ。ここは土が硬いな。ちょっとちょっと見つからないですね。いやマジか、ニキムシじゃないのかな。見つかりませんでした。ニキムシじゃないのかな。でも絶対に言えるのは、まず一番最初のニキムシ見つけたとこですね。あそこってもう明瞭にこう葉っぱがこう引きずり込まれていく、地面に引きずり込まれている様子が見れたと思うんで、もうあれ本当 100% ニキムシです。で今の見たのは確かにね、見た時にちぎられてるような感じありましたけど、葉っぱがこう引きずり込まれてる様子もなかったですし、あと今思えばちょっと葉が少ししおれてましたよね。一番最初に見たところはまだ葉っぱがあんましおれてなくて、多分ネキリムシに加害されたばかりなので、ネキリムシもその近くにいたと思うんですが、後に見た二つのところってちょっと葉っぱがなんかしおれてるっていう感じだったんで、もしかしたら一番最初に見たところよりもネキリムシの被害だとしたらやられたのがもうちょっと前で、でネキリムシはもう他の場所に移動してしまってるっていうような、そういった可能性もあります。ですが周りのところを見ると他に加害されてる部分が見当たらないので、どこ行っちゃったのかな。まあまた寒くなったから眠っちゃったかわかんないですけど、まあでも被害がねこれ以上広まらないことを祈るばかりですね。でネキムシの根本的な対策としては、例えば流剤タイプの農薬をあらかじめ土壌混和しとくっていう方がまあ一つあると思います。僕まだそういうの使ったことないんで、これからそういうものの使い方も覚えていきたいなと思うんですが、何があるんだろう。例えばまあなんかいろいろあると思います。あと農薬を使わないとすれば寒おこしっていうのがまあ有名で、こういった寒い時期に畑をこう耕しておくことで、下層の方に冷気を入れて、で土の中でぬくぬくしてるネキリムシとか、例えばコガネムシみたいなやつ、こういったものを、まあ凍死させるとかね、まあ、冷気でもう寒さが出てそして駆除する、そういった方法がまああって、であとはそういったのは殺菌効果もなんかあるっていうようなことも見たりしましたね。そういったことを他の路地の畑では結構してるんですが、この畑っていうのは、このハウスではですね、まあ、小松菜の、種まきとかブロッコリー植えるのとかする前に、確かに管理器使って起こしたりしましたけど、その路地と違ってそんなに念入りにやったわけではないですし、やっぱりハウスの中っていうのもあって路地よりはちょっと地温も高いので、こういった被害が発生しやすいのかなと思います。だからハウスの中で、まあ、こういうね小松菜とか、そういう、まあ、ブロッコリーですね。ブロッコリーなんかあんまりハウスでやる人はいないと思うんですけど、こういったものを栽培する前っていうのは、なるべくそういう流剤みたいなものをあらかじめ混和しとくっていうのは、大切なことなのかもしれないですね。まあ、あとは発生してしまった後だとしたら、この動画の冒頭の方でも言いました、ネキリエース K とか、ネキリベイト A だったから、まあ、そういったものを、土壌のね、この表面にこうパラパラと巻く、こういったことがまあ必要になるのかと思います。あとは、今言ったように手で取るとか、米ぬかは僕はあんまりおすすめしませんね。はい、まあ、こんな感じで今回はネキリムシについての動画を、ご紹介していきました。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。